い、皆さんこんにちは。今日も始まりましたママラフ。この番組はママが笑えば子供も笑うをコンセプトに、ママが笑え、ママが楽しめる、そしてママの気持ちが楽になる、そんな情報を私普通のテイストでお届けしている30分番組です。はい、あ、そうか、2023年明けましておめでとうございます。はい、今年もよろしくお願いいたしま す。はい、もうとうとうですね、2023年でございます、はい、洋服着てるもん一緒ですけど、はい、一緒ですけどということで今週は、はいはい、まあね、前回の後半ではちょっと30秒ずつ の、うん、あの総括を2人でさせてもらったので、うん、今週はですね、2023年やろうと思っていること、やるつもりのこと、歯切れ悪っまあね、はい、なんとなくの展望的な、はいはい、もしかしたら5分ぐらいで終わってその後フリートークっていう感じありうるありうるんですが、えっ、スケちゃんが先に言う、もう言っちゃう、言っちゃう、あ、なんでどうする、どっちでもいいです、え、じゃあ私が言うか、私の方が早いかもしれない私はですね、まあ、あの前回のちょっと最後の方でも言うと、まあ、もう一個やるつもりがあるんだよねって言ってたのがあったんですけど、うん、まあ、まあ動画ね、今やってる講座を、はい、動画にして、ちょっとややこしいですけどね、はい、動画講座を動画にして動画販売をするっていうのを、まあ、実はこれね、何、この前から本当はずっと考えていたこと、ずっと聞いてました、ね、なんですよね、はい、なんだけど、まあ、まあ、いよいよこうちょっとなんていうのかな、まあ、今回 の、 その去年やった講座、うん、動画講座っていうのも、はい、まあ、ある程度こう形として、うん、まあ、でもブロ自体が結構リニューアルをしていくので、そのあたりを動画販売にした時にどうすればいいのかなっていうのは、うんうんうん、まあ、ちょっと今でも多少考え方として悩んでいるところではあるんだけども、はい、まあ、その講座としてはしっかりしたもう形が出来上がったので、うん、まあ、いよいよまあ、そういう動画にするっていうのに着手、はい、着手です着手でございます、しようかなと思ってますね、思ってますつもりです。それできたら私もしよう、ゆかさんに教えてもらって、何を、あ、動画販売、うん、そうそう、やっぱね、動画販売とかっていうね、まあまあ今のこれからの先のその働き方の流れとしてね、うん、動かず収入を得るっていうね、ちょっと考えたいなと思う2023年になるかと思っております。はい、はい、メインではけいちゃんにも来年の抱負、あ、来年ちゃう、今年の抱負をね聞いていこうと思います。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー。はい、こちらの方がシャナナ TV 内。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー。ということで、じゃあケイちゃんは。はい。はい、私はですね、うん、何年前やろなだいぶ前に、やってた感じる色、うん、コミュニケーションっていう講座があったんですね、はい、心の平和値を上げようっていう講座が、うん、を、リニューアルして、うんうんうん、やるつもり、やるつもりタイトルも変えてね、あ、そうなんだ、あ、もう感じる色っていうのは残すと思うんですけど、うん、もうそれを、まあ、今いろいろ経験積みましたね、はい、積みましたね、いろんな ね人生経験もいろいろ積みましたので、こんなことが起きても心を感じればすぐ立て直せるっていう究極のところまで行ったと思うんで、確かに確かにそれをお伝えしていこうと思います。あ、でその、まあ、新しくリニューアルして感じる色、うん、はい、うん、感じる色、なるほど、なるほど、うんうん、ね、なんか面白かったもんね、あの感じる色はね、あれはね、なんかゆかさんとか、うん、そうそう、今やもうね、うん、毎週毎週ねカラーの話をちょっとずつ聞いてくれてあるから、いろいろ色の意味を覚えてくださってるんですけど、そういうのがない時点で受けてもらっても結構できるで、ね、できたね、普通に。だからそれ結局その時間内でね、けいちゃんがこうでこうでって言いながらやってって、そうなんですよ、ね、うんうん、なのでそれをにプラスちょっとグルコン的な要素も入れて、うん、いや、それほんま感じてへんでみたいなバッサバッサ切っちゃう、バッサバッサ、ね、バッサバッサ切っちゃう時間なんかも入れたら皆さん楽しいかなって思って怖くて来られへん
まあまあとは言ってもね、うんまあ、バサバサと言っても愛のあるバサバサなの、ね、はい、優しいですか優しいかどうか分からないけどまあでも実際さ、その本人がぐさってくるっていうことよね、うんはい、本当にそこはいやその通りでござんすっていうさそうですそうです、その通りでござんすを自分で出せるんですけど、うん、そこにより鋭角にいやそこねここな方やねみたいなのも私の中でちょっとズレを感じたら、ああもう直球勝負でみんなにも言っていこうかなって思って、そしたらよりなんか感覚が分かりやすくなるかなと思って、やっぱ前の時はもうこっちも時間内に色出せたでしょっていうところで精一杯な感じやったんで、あの時間もちょっと長くするかもしれません。ほんでもう自分の中で OK これ OK みたいな、エネルギーを確認しながら、エネルギーを確認絞ってるなまだってなったらブスってブス行くぐらいの時間も持ちながらね、うん、やっていけたらもう面白いんちゃうかなって思ってます、うん、まあベースは変わりようがないので、うん、あれだって完璧やもん講座は、うん、時間的にはじゃあちょっと長伸びるわけ、うん、前ねあれ90分でやってたんですよね、なので2時間か2時間半かもしれないですね、うん、またケイちゃんもいっぱい喋るから、いっぱい喋るからもうなんせいろんなこと経験してるから、そうなんですよ喋りたいからそうか、それでも楽しみだね、楽しみ、いつ頃できる予定なのかな、ほんまは年末にオープンしてるはずなんですよね、そうなんや、うん、だからもしかしたらオープンしてるかもしれませんし、してないかもしれませんし、まあまあ早いうちに1月には、あ、そうなの、そうそう思ってますよ、で中身はもうバッチリやからね、まあ、かでもより分かりやすく、まあ自分うん、もっと今や言うとき来たとき出そうと思ってます、あ、出た今や、うん、今や今っていうね、もう今っていうときに動かんかったら ね、エネルギー乗らないの、なるほどね、はい、そうか、じゃあそれはちょっと楽しみだね他には他って言って、あ、だってさサロンも始めたからさ、うん、そうですね、そういうのもほっとどんどん、うん、なんかあとはね、うん、あのサロンももちろんなんですけど、うん、ライブを Facebook ライブをすごいやるよう、また復活させたんですよね、うんうんうん、まあ、あれ前やってた時は一人喋りの練習のつもりで、うん、やってたんですけど、うんうん、今やちゃんとメッセージを発しようと思って、個人ウォールの中でもやってるんですけど、うんうんうん、それをFacebook でもやんねんけど、ちゃんと YouTube でもやっていこうかなって思いました、うんうんうん、なのでちょっとゆかさんの手を借りたいなって何の手思ってます、はい、え、動画はいだってその動画動画、え、ライブでしょでも、うん、YouTube はライブもやるけど、うん、そのあ、ちゃんとした動画にするつもりで、そうそう、なんか 3分とか10分とかのやつをやっていこうかなと思って、うんうん、でもそれライブ中のやつをこう切り取ってやるんかとか、うん、まあ、ちょっと相談乗ってもらおうかなって思っております、あ、そうなんだ、うん、なるほど、なるほど、そうそう、なんかね今まで私が知ってる人の中で喋るっていうことが多かったんですけど、うんうん、もっと外で喋るよと、おお、なるほどね、すげえ言ってもらったんですよね、確かにそうやなと思って、ほんでちょっと喋ってみたんですよね、うん、Facebook ライブで、うん、ほしたらやっぱ聞いたことないそんな話って、はいはいはい、いうやっぱり観点で喋ってるみたいなんですよ、でも私知らん人と喋んの関わるの嫌やから、うちにうちに行くちょっと接してあるじゃないですか、はい、でもそれやってる場合ちゃうんやなって思って、常日頃普通に喋ってることを、ゆかさんと喋ってることとか思ってることが実はめっちゃ破壊力が、はいはいはい、今までこのしんどく、あ、なんでうまくといけへんやろっていうののバーンっていう打開策になる可能性がやっぱあんねんなっていうのを、この何回かライブ、うん、Facebook ライブやる中で感じたから、うん、もっと知らん人の目にも触れさせていこうと思います。なるほどね、あ、それで YouTube なんだ、うん、なるほど、はい、今、うん、あの YouTube のチャンネル作ったんですけど、コラボでね、ライブをした2回しかコンテンツがないんですよ、はい、まあそりゃそうだろうねそうそう、だからそういうのもちゃんとコンテンツ増やしていたり、しかもライブってなるから、このチャンネルにはコンテンツがありませんって出ちゃうんですよ、あ、ライブのとこにあるからか、うん、ライブのとこにあるから、だからちゃんとこういう、あ、やってはんねんなっていう、中でライブもぶっこんでいったらぶっこんでいちゃうってよ、やっと思いました、これ結構大きい、大きいかもね、変化かもですね、そうね、 YouTube はまあ誰が見るか分かんないし、結構それこそ検索には引っかかりやすいからね、なのでそれお願いします
まあ、編集だ、うん、編集ぐらいだって、はい、これ結構大きい、うん、大きいかも。今2022年挑戦だよね、ちょっと挑戦チャレンジだよね、うん、あの嫌な人見んといてっていう生き方でもね、してきたからね、してきたからね、知らない人とか見んでいいしみたいな感じがあったけど、ええ加減せよってまたね、そういう状態で、なるほどね、なるほどね、まあ、一つまた段階上がるためには必要な、はい、ちょっと必要なチャレンジなんでね、はい、なるほど、お、それは楽しみではございませんか、はい、ねえ、言うてもうたな、あ、言うてもうた、ほんま言うてもうた、じゃあゆかさんね、私ですね、あれ考えてるの、いや私はやっぱりあの引き続きかな、去年から引き続きでやっぱりインスタをちょっと頑張りたいっていうのはすごいしてるので、新しいアカウントも、はい、新しいアカウントも、はい、オープンさせて、まああのね、一応まあ毎日更新と、うん、あとはそのまあ、やっぱりあの情報を提供する、今まで、うん、あのこの間本当に面白かったのが質問が来て、うんうん、あのついじゃ去年かな、あと年かなまでからあの新しくやってた動画 の、うんうん、あのアカウントも持ってたわけよね、はいはい、あのリールばっかりを上げてるやつ、うん、で今度さらにまた動画の結局こうアカウント作ってるからどう違うんですかっていう質問を いただきまして、はい、そらそうだよなと、まあ、両方とも動画を作るっていうね、うんうんうん、あれだったからで、まあ、一応その説明としてはそのやっぱり1個目の動画のやつはもともと私がその、ね、たくみくんアカウントでその33万回っていうのがあってから そのフォロワーの伸びがすごかったっていうのがあって、はいはい、あそれを真似ればいいんだと思って作ったのがその古い方の動画のアカウントで、うん、でもやっぱりそれを真似てその、ま、じゃあリール作っていきゃいいやと思ってリール量産してたんだけど、うんまあ、なかなか思うようにいかなかったっていうのがあってでそっから結局あちょっとインスタを勉強しようと思ってでインスタ勉強してで今回の新しいそのアカウントは、うんまあ、その勉強したものを元に作って今言ってるっていうところの違いだからまあ、うん、そのリールばっかりを上げててもダメなんだっていうのもあるし、うんうん、まあ言えばその今までのアカウントは私が作りたいものをただ作ってアップしてたから、うんはいはいまあ、それこそ匠くんだったりとか、うんうんまあ、情報も最後の方はさすがに情報提供だなと思ったから情報提供はしてたんだけど、うん、それもリールでやってたから、まあ、あんま分かりにくかったりもしただろうから、うんうんうんまあ、そういうのも改めて今度のやつはもうちゃんと普通のポスト投稿としてやってるっていうのもあるし、はい、今その、まあまあ、ターゲットというかそのペルソナというかそういうので言うと、うんまあ、動画を作りたいと思ってる人が見ただけで、うん、この私のアカウントを見るだけで動画が作れるよブロを使ったら動画が作れるよってそこまで情報を出そうと、うん、だからまあ何にも別に包み隠す必要もないんだけども、うんまあ、言えば私的にほら動画の講座を持ってるわけだから、うんうんうんまあ、言えば講座の内容とほぼ一緒じゃないのかって話になっちゃうんだけど、はいうんまあ、それはそれでやっぱり私が自分の口で伝えるものと、まあそのうん、コンテンツっていうかなそのポストで見るのとではまたちょっと違うと思ってるから、うんうんうんまあ、なのでそのポストあのアカウントの方でしっかり、うん、日本一優しい動画制作アカウントっていうのになってるので、はい、やっぱそういう本当に困って動画作りたいなと思ってる人が、うん、もう最初から1個目から見てってくれたら、うんうん、ちゃんと動画が作れるよっていうアカウントにを今度は目指してるっていうのがあってそうだからそっちの、まあ、アカウントがどんどん、まあ、やってったらさらに簡単なやつじゃなくてもうちょっと、まあ、編集ちゃんとした編集的なやつも、うんはいはいはいできるよっていうとこまでねこんなんもできるよもう知らんからやりようがないですもんね、うん、そうでおそらくそんなの私とかが作ってたとしても、うん、これをそのほらスマホでやってんのかそれともパソコンでやってんのかみたいな、うんうん、でパソコンでもできるよパソコンでしかできないようなやつがでもいや本当はスマホでもできるんだよみたいな、はいはい、なんかそんなのも伝えられたらいいし、うんまあ、ゆくゆくはだからボロだけじゃなくあボロだってブロだけじゃなくてボロっつっちゃってブロだけじゃなくて、まあ、キャップカットとかね他のやつのも、うんうんうん、でもまあ同じような これあのブロではこんなだけどキャップカットでこんなだよみたいなその対比みたいなのもまあねどんどん出していけたらいいなとほんならやっぱりみんな他の人たちも動画を作ることが楽しくなってくれたらいいな、うんうん、なんかあれも思いました今聞いててあのこういうのしたいやろっていう提案があるとそうそう、うん、
あなんかどっかのインスタの人で見たをこうやってやったら分かりやすいよねみたいなとかがストックがないからこういうののほんま作りたくないですかって言われて作りたいの裏側が知れたらあ、ね、あこうやってんのっていうのを真似したくなるやろうなって感じました。あ、ね、まあなんかきっとそういう風に これの作り方ってどうなんていうね、なんかそういうのなんかまあ レシピ動画みたいなのありますやん、うん、なんか今とかでもあるね、いっぱいあるね、ね、20秒ぐらいでなんか作り方バーンってなってるやつとかでもあれめっちゃ分かりやすいし、でも作品っていうかメニューの写真がボンってあってうわ作りたい面倒くさそうやなって思うけど材料これだけはい工程3つみたいなやろってなるから、なんかそんなスタイルそれの動画ね、動画版っていうことね、うんうんうん、それのインスタ版、インスタでの、うん、あ違う動画版、動画作る版、うん、ってやったらなんかおもろそう。なるほどね、うん、参考にしますまあだからそういう私的にはもう2023年もそういう、まあ、SNS& 動画的かな感じ、うんうん、もう好きなとこですな好きなことしかできないんだよね。それそうでしょうね。本当になんか去年もまあそうなんだよ、まあ、ずっとそうなんだけど、うんうん、好きなことならね何時間でも時間割けるしね、はい、まあ、あとはディッシュですか、うん、あディッシュですかじゃないか、北村匠海くんですか言い換えたやん、うん、いやディッシュも好きだけどね、はい、まあ、なのでまたコンサート、あライブ、ライブ、ね、いいですね、ライブあんのほんま、まあ国内なので一応でももしかしたら一人で来たりとかするんじゃないの BTS、うん、どうなんでしょうか。まだ誰もそんな話はなく、なく、あの なんか賞が、賞っていうの、なんて、うん、受賞式みたいな、うん、ママっていうすごい大きいアジアのイベントのね、うん、毎年のやつで、あのソロで BTS なんかの J-HOPE っていう人が受賞するのに、授賞式で大阪であったんですよ、それで、ね、去年の年末来てたの、うん、マジで、うん、でその自分のやつをパフォーマンスするっていうのはあってたんやけど、うんうん、その単独でのライブですみたいなんじゃないから、うんうんうん、そういうのはあんのかな、あったら。あれはさ、やっぱり一人でもチケットとか取りにくいもんかね、うん、絶対取りにくいと思う。でもさ、うん、ジミンちゃんのファンやんか、うん、まあ、一応ね、うん、BTS のファンでもあるけど、うんうんうん、もしじゃあジミンちゃんじゃない人が来ても行くの？行くと思う。あ、そうなんや。行くと思う。でも取れれへんのんちゃうっていうのがすごい思いますけどね。へー、うん、そこがね違うとこなんだよね。なんかもうあの兵役、あ、うん、そう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 、おそらくですけど、2022年の12月に行ってるかな、もしかしたらまだ行ってなかったら、もう絶対必ず一番長男のね人口が行きますから、もう本当に全員でっていう姿はもう2025年まで、そんなあるんだ、うん、あの目指すは2025年に復活って全員揃うっていうところやから、これも希望的なところやから、ね、みんないっぺんに行かせればいいのね。ね、あでもそれでも2年か、うん、ってことはもうすごいね小刻みにパパパっていく感じなんやろうなって思いますけどね、うん、でもほぼそうか、みんなじゃあママ2023、24、25だもんね、うん、だからほぼ2年間でギャッて行くみたいなもんか。そうだから、うん、なかなかねツアーやろう言うても、うん、すぐ行かないかんとかいう感覚になったりしちゃうんかもしれないですけどね、うん、まあ、でも楽しみよだ、うん、楽しみだよね2025年ね、2025めっちゃ楽しみだから、うん、めちゃめちゃ体力つけとかなきゃ、ほんまに思ってますけど。確かに、まあね、韓国とかだったら行く娘ちゃんももしかしたら行ってんじゃない、まあね、ね、行ってたら ね行きたいですけど ねその可能性あるよ ね行きたい、行く、ね、あのワールドツアー行こう、まあ、ワールドツアーさすが規模がさ、この間ワールドカップの時もさ歌ってたね。そう、あれは一番年下のジョングク、あグクなんかよく聞く人だ、グクがあのソロで一人で ね、うんうんうん、歌って、だからしあんまり、まあ、これ怒られるかもしれませんけどサッカーとかほぼ見ないで生きてきたんですけどあのオープニングあだけは 見た、見ましたワールドカップすごい、あ出るのは知ってたんだ、ちゃんと知ってました。だからファンだ、ね、あの子供らとワールドカップ始まるんだよ、うん試合は見てないでしょ全く見てません。だからみんなが日本勝ったって、え何がっていう状態で今も生きてます。えスペイン戦に勝ったのはもうそんな感じ、噂は知ってます、噂は知ってます、はい、ワールドカップ始まんで
自慢でっていうのは味わいました、うん、なるほどねおかげさまで、まあ、そういうね楽しみ方もあるよね、はいはい、さすがワールドワイドなね推しがワールドワイドだとそうなるよね。他には何かプライベート的には2023年なんかね動きがあるんじゃやだプライベート聞いちゃった動きがあったらいいですね。なんだろう ね私はもうプライベートって言ったらね子供がそれこそね、うん、なんかあの 就職はあれかあ今年まだ就職しないのか、うん、だからねもしかしたらお兄ちゃん上は来年の春だから、うんうん、まあでももう今年のねそれこそ後半はきっとそういう、うん、まあいやもっと春ぐらいにはもう決めとかないといけない感じなのかな今年の来年の、うん、今年、うん、だから今年だからもうだから 4回生ちゃうってね大学院の2年目だからもう春になったぐらいだったらもうもしかしたらそのほら昔で言ったら青互いとかつってさそんな時期に決めちゃダメだったけど、うんうん、今はなんかいいのかどうかちょっと分かんないんだけど結構でも今でももうなんていうのあれなんていうんだっけななんとかしエントリーシートってなきゃ内容分かんないけど、うんうんうん、なんかそんなんでその企業のズーム今日はなんかもうやってるんよそうそうやってるやってるでもそりゃね大学院でもその専門の人、うん、いい人ね会社の人も欲しいでしょうから、うん、ねまあだからあの親が知らんような会社にいてほしいなと思うよねもっとこう小回りの聞くような楽しみですねそうそうなんか それでもそれもだから結局もう卒業来年だからそうかそうか、まあ、まあまだそこまでねでも やっぱりなんかそのそれこそ前回の里見さんの話じゃないけど、はあ、いなく、ね、なったら寂しいだろうなもしかしたら大阪で就職するかわからんもんそら分かんない、まあ、それこそわからんよねそれはもう、うんまあ、出ていく可能性の方が高いんだろうなって、ね、専門の仕事やったら大阪にあるか分かれんもんねそう、まあ、大阪にもあるんだろうけどでもねやっぱり大きなところとかさ大きなところっていうかやっぱりそれなりにそういう技術とかを、うんね、海外とか行っちゃったりしてあトイック結構点数いいからねねえ、うんうわすごい、まあ、まあいきなり海外はないかもしれないと思うけど、うんうんうん、まあまあね東京ぐらいっていうのはあり得るかな、ね、と思ったらありま、ね、今プライベートを言って私自分のことしか頭なかったんですけど子供らダブル受験でしたで、ね、笑うとる、ね、ダブル受験でしたのですね、うん、いや大丈夫です、うん、ダブル受験だろうがなんだろうが、うん、なんか動きやったらいいなとか言うな受けるわまあ、ってことは、まあ、やっぱりなるべく今年は動かない方がいいケイちゃんのことは動かない方がいいかもねそうですねあ、はい、でもそうでもないかなご機嫌になってるってご機嫌なんでねそう稼いで子供らはちゃんとしっかりお勉強してねっていうぐらいでいいよ ね、 うねまあまあもともと何もね口ですることないですよね勉強の面でねはい、ちゃんと夜食ぐらいは作ってあげる夜食をなんかこう夜食って何っていうねおにぎりねおにぎりそうそうそうとかをねそれ、まあ、それぐらいでが一番子供にもいいんじゃないですかね、はいうんうん、だからダブル受験ですよすごいなすごいなそうだよねまあお姉ちゃんはねもう自分でねやっぱり行きたいとことか決めるだろうけど そ、ね、それはまあ次女ちゃんにしてみりゃねね、まあ、まだやっぱり過去のちょっとなんていうのお話もっていうのあるかもしれないし、ねね、まあでもお姉ちゃんがねもう高校行ってるから見てはるからねなるほどな、うんまあまあ、けいちゃんもいろいろプライベートも頑張っていただければとはい思っておりますはい、エンディングはけいちゃんにからのお話をしていただきますクラケの望みを叶えるカラーメッセージ。どんどんパフパフパフ。はい。なんかお正月って紅白な感じじゃないですか。うん、で、先週、うん、年末に、うん、城を、うん、そうそうテーマにしてね、いろんなその1年間のことを明らかにしていく、明白にしていって、流せなかった涙を流しちゃって新しい出発に向かうといいんじゃないっていう話したんですけど。うんうん私すごいやっぱりスタートって赤っていう印象があるんですよ。でカラー的にもチャクラでいくと足元の色、うん、一歩踏み出すとかスタートするとか、うん、ちゃんと生きていくっていうのが赤なんですよ。なので始まりの色っつったら
赤っていう印象がすごく強いですね。だから紅白なんかなってすごい今思いました、ねね、もうちゃんと処理してちゃんと処理して白でちゃんと処理して、ね、ちゃんと処理して赤で動き出すっていう、なんか抱えたままやったら重いまま動かないかもね、だから軽くなった状態で赤でダッシュするっていうところで、この今週は赤を意識して、まあ、1月を意識してスタートされてみると、うん、やっぱり年度の初めからこう動いた時って今まで振り返った中ですよ、うんうん、動きがね大きい気がする。1月から動いた年って、うんうん、やっぱねゴーンって動いてる気がすごくするんですよね、うんうん、2022年去年もまあね年始にいろいろありましたからわってねいろいろ大きい方向に動いてたなっていうのがあるから、まあ本当に今年やっていくぞって、うん、やっていくつもりっていうところであるならば、それ1月のうちに何らかの形で動かしてみる、その時にテーマ赤、赤が目につくところに置いて、うん、赤なんで動くぞ動くぞ動くぞってやっていくのはいいかもしれません。うん、なるほどね。まあでも確かにお正月って言ったらなんか赤いもの、うんうん、まあ、それこそなんだっけ おせち料理でもさお椀とか赤い、ね、もう赤いし、あと紅白なますみたいなのもね、うんうんうん、何人参っていうかな、真っ赤な人参使って ね、 あそうですね、オレンジじゃなくてさ、うんうん、真っ赤な人参使ってね作るぐらいだから、お雑煮とかも赤い人参、あ人参、そうそうそう、うんうん、なんかちっちゃめのね人参とかだったりとか、うん、でもそこそこ考えたらお雑煮のお餅も白だもんね。白白ほんまや、紅白やん。あうちね実家の方のおすましはねエビも入れるから、うん、エビも赤だな、ね、結構だからやっぱ赤、まあ、紅白ね、もう めでたい動こうかいうね。そうかな、日本ってやっぱそうなんか 色でなんかそういうイメージするとかさ、とか動かしていく、人を動かしていくっていうのは使われてたんやろなって思いますよね。あるね結構ね、うんうん、まあだからそれこそね紅白じゃなくて今度は白黒だったらやっぱそっちやむ方だったりとかさ、そ う、ね、そういう風な、うんうん、なんかやっぱどうしてもそれパッてイメージしちゃうもん ね、 ね、かもね、刷り込まれてるんでしょうね、うん、そうなのかもしれないですね、うん、はい、ママラフのフェイスブックページにも遊びに来てください。カタカナでママラフで検索です。けいちゃんの情報、私の情報もあります。これまでに出ていただいた方のアーカイブもございますのでぜひご覧ください。 YouTube の URL も貼ってます。 Instagram も頑張ってます。ハッシュタグママラフでご覧ください。ではまた来週お目にかかります。さよなら。